レゼロ女の子だけがかかる呪いは、ホラーゲームの霊シリーズをもとにした、大塚英治による日本のホラー小説、及び、それをもとにした別名のホラー映画作品の、メディアミックスである。舞台は、田舎のミッション系全寮制女学園。霞は、同級生の中でも最も美しい綾に憧れを抱いていた。綾は言う。午前0時になる1000分の1秒前。 写真にキスをすれば、同じ呪いにかかる。写真にキスをした少女は、次々と消えていってしまうのだった。劇場版レゼロは、常述小説、レゼロ女の子だけがかかる呪いを原作とする、監督、朝止まり、主演中上あやみ、森川葵による、青春物の,の要素もある日本の、超常ミステリーホラー映画である。キャッチフレーズは、私の呪いを解いて、および、 次の例ジの死者は誰監督曰く、ゲームを原案に、大塚さんが書いた原作の小説をもとに脚本を作るにあたって、都会的な女子高生ホラーではない、もうちょっとフィクション度の高いものを目指したという。ゲームが原案であることを、ゲームの中では、水と美少女が大事な要素ですが、もし自分がゼロから作ったら、クラス全員が、美少女みたいな虚構の世界はなかなか描かない。 と語り、ゲームが持つ特殊な世界観は、面白いチャレンジだったという。また、ホラー映画はどちらかといえば、男の人向けなところがあると思う。今回の映画は、女の子のために作られているような、女の子のためのホラーと言ってもいい側面があると思う。と言い,い、普段ホラーが好きな方にももちろん見てほしいですが、普段ホラーは見ないというような女の子にも見てほしいと思いますと語っている。 劇場版例ゼロに関するカテゴリー、ありがとうございます。